パチンコ屋さんポッキーイベントとかないわかんねえ何だろうあでもねなんか最近この時期この時期っていうかコロナになってからかコロナが明けてからなのかわかんないけどすごいよ町田相模原横浜地域のパチンコ屋さんいろんな人たち来てるよあの女の子で AV 女優とかなんとライターみたいなのでそうガン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 あの結構来てるらしいよ うん、俺いつだっけな2ヶ月前ぐらいとかにあのー、よく流れがさ俺の非常勤の会社の人と終わってちょっと少しやりいきますかみたいな感じで行ったりするんだけどペロリナちゃんはいなかったペロリナちゃん俺も知ってるあれ出てたから「あの千鳥の相席食堂」出てたからペロリナちゃんなんかねなな誰だっけな俺来てたの 元 AV 女優だった。元 AV 女優の。ね、ね、ねにみんなのみたいな。な、ななみんなな。ななみののみたいな。ななみなな。ななみななかもしれない。そう、ななみななか。あ、ななみななか。ちょっとわかんない。きのみななでもない。うん。ななみななかなたぶん。うん。あれわかんない。ちょっとわか忘れちゃった。うん。そんな人が来てて。 うん、めちゃめちゃじゃめちゃめちゃ抜けたわあのごめんあのごめんねこれ本当にもうええ昼からエロな話で申し訳ないんだけど AV 女優って生で見るとめちゃめちゃ可愛いのとめちゃめちゃスタイルいいわで帰ってその,あのファン座でそれ探して <laughs> マジかこの子がもう僕の目の前にいたんだっつってじゃマジで可愛い本当にすごい パチスロやの楽しみ方ってなんかこの日に AV ジョイ来ますよみたいな日もしあったら知らない人とかでも行ってちょっとこうやって覗いてもいいのかなって俺で声かけられたもん誰かなんか女の子になんかこうやって普通に打ってたら俺ちょっと分かんなかったの俺「マドカマギカ2」ってやつをさ先輩と一緒に打ってたんだけど普通に声とかかけられてなんか変なチャンスゾーン行ったらさ「あれ?」って。 もしかしかて今の弱ェホモムラですか?」って「隣座ってもいいですか?」っつって俺もそれでお「おゴモゴモしたあ、うん、はいはい」つって「ゴモ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 ってそうで隣でいろいろお話しし,しながらあの打ったりとかしてたんですよそうめちゃめちゃでそれでもうなんか当たるたんびに「いいですね」とかってやってくれてそうすっごいでまあ一応なんかそのなんだえっと実践する人って何て言うんだっけ 演者その演者として今来てるから LINE とか交換できなかったんですよね LINE 交換できなかったんですよね厳しかったそうそんなことやったらおかしいでしょそんなお前あの演者の演者にさ客が LINE 交換しいですかってめちゃめちゃそのできるわけねえだろそのうんだすごい可愛かっためちゃめちゃうん ねえじゃ正直隣にいた時はそれは当たり前だけどいい匂いがめちゃめちゃしたあの女性特有のあのねえかぐわしいあの香りとんでもない匂いがした座った瞬間と堆積する時に毎回香ってたわねえだからまあ今そういうだからなんか世の中がね あのー、都落ち都落ちっていうのかなそういうな、それは角が立つか、デリカシーがないのかな天下り都落ち分かんないけど、あのー、こうやってね、あのー、まあ、ジャンルをね、こう変えて、はいうん、ライターにこうやってね、転職してる人たちもいるんでね。可愛いいんですよ、本当。めちゃめちゃみんな。いや、いたらいいな、そう、たまたまちょっと座ったら。 あのそういう日がさそういう俺の実践の日がさ可愛い子ちゃんがいたらいいんだよな。うん